この部屋は、時代湾の部屋なんですけれど、高台寺蒔絵に代表されるようなこう上手のものではなくて、どちらかというと武家から上層農民が使っていた、桃山時代から江戸時代を抜けて明治大正ぐらいまでのお椀が中心だと思います。で、お椀というのは大きさが時代によってどんどん変わっていくんですけど、中世から近世にかけては非常にお椀が大きい時代があるんですね。代表的なのはこれ浄法寺椀ですけれど、この浄法寺椀、これすごく中世的な大きさなんですけど、これが江戸中期ぐらいになるとこのぐらいになり、さらに、幕末になると小さくなっていくんですね。この大きさの変化を見ていただくと面白いかなと思うんですけど、それは理由があって、お米の生産力とそれからお椀の大きさというのが反比例してて、生産力が上がってちゃんと炊いたお米が食べれるようになるとお椀は小さくなっていくんですね。で、それが、大体その時代を見る目安なんですけれど、ここに南部白栄椀というお椀があるんですけど、これも古いものは大きくて新しいものは小さくなってます。で、この中で、特に紹介したいなと思うのは、やっぱりここに2つあるんですけど、秀平椀というお椀で、これすごく謎のお椀というふうに言われてきたんですけど、平安時代末の奥州藤原三代の、最後の秀平の名前がついてるんで平安末のものというふうに思われがちなんですけど、実際は桃山時代から江戸初期にかけて、奥州の南部藩から、仙台藩の、平泉を中心に作られてたお椀のようです。で、この文様が、また謎で、こっちの売り門の方を見てもらうと分かりやすいと思います。こっち真ん中にカラス売りの模様が描かれていて、上にこの雲の形の文様がありますね。で、雲の中に、ひし形とか、あとバッテンが金箔で描かれてるんですけど、これの文様が何なのかっていうのは未だに解明されてないんですけど、実はそれを僕が解明しちゃったんですね。で、この雲形文っていうのは、これ蛇が隠れている、天の落雲なんですね。で、その中にあるバッテンとか連続三角門、連続ひし形門というのは、実はこれ蛇を象徴する文様で、これ世界中共通してるんですけれど、日本でも、蛇が御神体の神社はその蛇の、実体を抽象化して連続三角門とか連続四角門で表すんですね。さらに、割りべしっていって四角をバッテンで割ってるのは、これ蛇の頭部を象徴していて、雨の村雲、要するに天にある雲の中から、蛇、まあ、いわゆる竜蛇ドラゴンですけど、ドラゴンが、頭を地上に向けて下げている図ではないかというふうに僕は推測していて、で、必ずその下に植物文様が描かれてるんですけど、この、地上にある植物文様というのはおそらく、生きとし生けるもの、表現していて、天にいる竜が、天上のエネルギーを地上に運んできて、それを受け取る受信装置として植物紋が描かれていると思ってるんですけど、そういうふうにしてこの中にある食べ物に天から、生命力が与えられるということを願望として表している象徴的なお椀じゃないかなと思います。はい、ここ葵の間は、茶会席道具を、展示してあります。渡辺喜三郎の懐石家具一式をここに並べてるんですけど、渡辺喜三郎はもともと江戸時代は京都の光悦村にいたんですけれど、江戸に出て、江戸で主を代々やっていたうちのようです。明治になってから初代、2代目、3代目と続いてるんですけど、初代の作品というのは残ってないんですけど、2代目が増田敦能の食方となって茶道具をたくさん作るようになり、今でも、喜三郎のお椀というのは、茶事とか、あとお料理屋さんとかで時々見かけます。で、ここにあるのは2代目の渡辺喜三郎の懐石道具一式なんですけど、これは非常に僕にとっては、
貴重でかつ思い出深いものなんですけれど、銀座にギャラリー無教さんっていうところがあって、そこで僕は20〜30年前に展覧会をさせていただいてたんですけど、無教ご主人の、塚田さんが、漆をやってるんならこのぐらいのものを持っとけと言って僕のところに送ってこられたんですね。で、まあそれいただいたわけではなくって、塚田さんが茶事をされるたびに、喜三郎のお椀というのはご存知のように非常に薄造りなんで、ね、傷ついたり壊れたりしやすいんですね。それを傷んだところを、メインテナンスをして次の茶事の時にはまたお返しするということをずっと繰り返してたわけです。そうこうしているうちに塚田さんが亡くなられまして、でご遺族の方とお話をさせていただいて、僕が、全てそれを買い取らせていただき、今僕の手にの中にあるんですけれど、この懐石家具から学んだことというのは本当にたくさんあります。で、この懐石家具の写しを作ることによって、お茶の懐石の、漆の道具の基礎を学ばせていただいたという、僕にとっては本当にありがたい道具たちです。ここ太郎庵は比較的縫い物の中でも大型のものを展示しています。日本の重箱と、それから朝鮮の重箱、それから朝鮮のいろんな木の道具を、飾ってみました。その日本と朝鮮のつながりをと、それから違いをちょっと見ていただければいいかなと思うんですけど、いろいろ重箱持ってるんですけど、今回持ってきたのは分岐道蘭斎という、香川県の讃岐漆芸の方なんですけれど、讃岐漆芸の始祖は江戸時代の終わりの、玉梶造国という人なんですけど、玉梶造国の弟が国際ですね。でその国際の、息子なんで玉梶造国の甥っ子になる人なんですけど、造国と同じくもう天才的な、讃岐漆芸の職人さんだと思います。でこれは技法としては彫漆、漆を彫ると書くんですけど、色漆を何十層も塗り重ねた上にのみでそれを彫って、その彫りの深さで色の違いを表現してるんですけど、全体が、菊の文様で埋め尽くされていて、で、蓋に霧と鳳凰が描かれています。霧というのは鳳凰の宿り木で、新しい天使を連れてくるという生き物なんですけど、菊は、天皇家の紋章にも使われているように、生命と長寿を表しているんで、やっぱり、人間生きとし生けるものの生と死、そして長寿と健康を願って作られたものじゃないかなと思います。で、お重箱は、朝鮮の場合すごい特徴的なこの栗型の文様がついて彫られてるんですけど、これはコウモリで、吉祥紋ですね。で多分これは匂いを嗅いでみると残っていて、キムチの匂いがするんですね。ですから、キムチとかそういうものを入れて使ってたんじゃないかなというふうに思いますし、この揚げ底になっていて、すごい揚げ底になっていて、中は割と少ないんですよね。で多分農作業とか、外に出て遊ぶ時に、地面の上に直接置いてお料理をそれぞれたくさん入れて使ったんじゃないかなと思うんですけど、これなんかは10段もあるんで、本当にいろんなお料理がこの中に盛られていて、たくさんの人がこの周りに集まって、賑やかに宴会していたような姿がこう浮かんでくるような、重箱だと思います。ここ麻生間では、お敷と菓子器同じ形に近いけど大きさが違うの、ちょっと展示してみました。このお敷は幕末の主で東坂宗泉という藪の内の、食方なんですけれど、雲お敷という名前がついていて、
多分これヒノキのヘギ板なんですけど、わざと節目のあるところを残して、その節のところを景色にして雲に見立てたお式で、すごく粋な、お式じゃないかなと思います。これがあのポスターにもなっている、輪島塗の江戸時代の飯碗なんですけど、この飯碗が実は僕の自身のものづくりの原点になっていて、一番最初に親方のところから独立して何を作ろうかと思った時に、自分が一番綺麗だなと思っているものを写して作ることにしたんですね。で、写したのがこのお椀なんですけど、実はこのお椀は山の中で拾ってきたお椀なんです。輪島のすごい山奥の集落を訪ねてみたら、もう一子一人住んでいなくて、崩れ落ちたあの農家が何軒か残ってる感じだったんですけど、その一軒に入り込んでみると、もう床も天井も腐って落ちて、ちょっと柱が残ってるような状態の、そういう家の中の土の中に、床にの部分の土の中に赤いものがちらっと見えたんですね。それを掘り起こしてみると、この輪が出てきて、ですごく美しい形で家に持って帰って、仕事をしている目の前に置いていたら、この案が私を写して作りなさいっていう声が聞こえてきたんです。自分の一番最初の案はこれを写して作った案で、それから30年ぐらい経ってるんですけど、いまだに定番でずっと作り続けています。で、僕の場合はもうずっと古いものを見続けてきて、で古いものといかに、形だけじゃなくて、その形に現れている心というか精神とつながるかっていうところがすごく重要なんですけど、僕はどこか伝統的で保守的で、こういう美しい古物たち、そして人間のこう何百年も何千年も培われてきた心精神と、物を通して、つながっていきたいなというふうに思ってます。